今回の動画を作ったきっかけは2つです。1つは砂糖のご飯のようなご飯パックをキャンプでももっと上手に使いたいということ。もちろんご飯パックなら電子レンジを使えばごく簡単に温められるのは皆さんもわかりきっていますよね。ただし、猿が試したいのはあえてアウトドアで簡単に温める方法がないかということです。今、米を炊けばいいじゃんかって言ったそこのあなた。はい、あなたの言う通りです。キャンプに来たら飯盒で飯を炊いて食べるとそれはもう至福の時間です。炊きたてのご飯の美味しさにはパック米がどう頑張っても勝てるはずはありません。ただし、米を炊くとなると少々手間がかかります。米を量って水に浸し30分ほど待たなければなりません。火加減を気にしながら炊飯して木から下ろしたら蒸らし、そして食べた後は汚れたクッカーを洗う手間も生じます。それに比べるとご飯パックはとっても楽ちんです。食べた後もうまくやれば汚れ物ゼロになる可能性もあります。ということでパック米をなるべく手間をかけず簡単に美味しく温められる方法を確立したいと思います。そうするとキャンプでもパック米を使えるシーンが増えるはずです。夜食にお茶漬けが食べたくなった場合でもゼロから炊飯するよりずっと楽です。なんせまともにやれば1時間かかる炊飯が15分でできますから4分の1の時間です。またもし地震などに遭遇し自然災害時の避難所暮らしでも簡単に温かいご飯を食べる技術を身につけておけばとっても心強いと思います。合わせてせっかく買ったのに出番が少ない3号用メスティンにもっと出番を増やしたいという気持ちもあります。3号用メスティンは大きいし軽いし100均で安く買えるしとっても優秀なギアなのですが、猿のソロキャンプでは意外と出番が少ないのです。そこでこの優れた3号用メスティンに光を当てて活用方法を考えてみたいと思います。以上の理由から今回の動画を作ってみました。一部の方にしか興味が持たれないテーマだと思いましたが、まあまあそう言わずに、まあ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 そんな寂しいことを言わないで、どうか最後まで見てやってくださいまし。見るときっと3号用メスティンを追加購入しにダイソーに行きたくなるはずです。ということで余談はこれぐらいにして本編開始です。このようにお湯で温める場合、湯気が出始めてから15分もすればご飯もカレーもそしてハンバーグまでも熱々になりました。蒸気の力はすごいです。この時はメスティンの蓋の上に1分間ほど炭を置いて早く温めようとしたのですが、そんなことはする必要がありませんでした。その証拠に別の日にも同じような湯気で加熱する方法を試したのですが、やはり結果は同じでした。メスティンの蓋の隙間から湯気が出てくるようになってから15分ぐらいで中は熱々でした。水も少しで済むし置き火程度の火力で十分だし、この方法は結構使えると確信しました。ご覧になってわかる通り汚れ物も出ないです。ご飯やカレーをメスティンの本体や蓋に移して食べるとメスティンが汚れますので後で洗う必要があります。ただし移っているような方法で極力クッカーを汚さなければ被災時の避難所暮らしでもかなり使える方法ではないでしょうか。ハンバーグが先かカレーが先か。カレーか。100円ローソン香味野菜の優しい旨味と鶏ひき肉のコク深い味わいだってさ。安い。実際のキャンプでも洗う必要がないのはとっても楽で理想的です。虫が夏だったら来るけど10月も後半になると来ないね。いいね。
じゃあちょっと一口いただきます。うまっ。まあそりゃこの環境だと何食ってもうまいんだけどね。あー美味しい。うまいの分かってるよね。これコメントいらないよね。コメントむしろ嫌味だよね。たまらん。あーうまかった。完食です。これわざとらしいコメントやけどさ、本当に美味しいんだよね。美味しいつうかね、片付けが楽なのがいいんだよね。今日ちょっとこぼしちゃったけどさ、汚れてないわけじゃん。これはさ、まきれてさ、ゆすいでさ捨てればいいわけじゃんね。でここはさ、今日汚しちゃったけどさ、まあカメラとかなかったらね、こんなヘマしないしさ。あけどこれもゆすげばすぐきれいになるからね。ほらゆすげばね。だからさ、一番楽なスタイルじゃないかな。で、これまあお湯だからさ、特に汚れてるわけじゃないしさ。なんならちょっとこのお湯で洗ってやればいいよね。ここはね。そうするともう完璧じゃん。で、こういう、レッドティッシュみたいなやつで。死んだよね。さてここまでのお話は、焚き火でできた炭を使ってお湯を沸かして蒸気でガック米を温めることでした。ちなみに3号用メスキンがなければ戦闘飯盒でも良さそうですが、残念ながら一般的なサイズのガック米は飯盒だと水平に置くことができません。反面3号用メスキンであれば、底の面積が広いので、温めたいものを、水平に重ねておくことが可能なのです。この点が、3号用メスキンの、おすすめポイントです。では、ここからは、火が使えない環境でも、冷たい、お米を、温める方法をご紹介したいと思います。この方法を知っておけば、焚き火できないような場所、例えば、公共の公園とか、被災時の緊急避難場所でも大いに役立つと思います。動画に映っているのは温めたパック米の量が多すぎて、あまりそうな時に猿がよくやる方法です。セリアのステンレス容器にラップを敷き、米を移して密閉性の良い蓋で閉じておきます。ラップを敷くのは洗う作業を省くためです。被災時なら水の節約にもなります。こうすることで楽しい食事を何回かに分けて取ることができるので、被災時には特におすすめしたい食べ方です。この日はキャンプ場からの帰り道に有料道路のパーキングエリアで小腹が空いたので、キャンプ場で作ったお弁当を温めていただくことにしました。パーキングエリアなのでもちろん牡蠣の使用は禁止されています。焚き火したりするときっと殴られます。そこで使ったのが、水をかけると熱くなる発熱剤です。主な成分は酸化カルシウムなのですが、水をかけるとすぐさま反応して発熱し、水蒸気が立ち上ります。3号用メスキンに発熱剤を入れて、メスキン用の網を敷き、その上にセリアのステンレス容器を置いて温めました。ただ、やってみると予想以上に発熱剤が膨らんだため、網が持ち上がり、一時的に弁当箱が斜めになってましたが、ま、問題はありません。この発熱剤は水をかけると30分近く水蒸気が出て食材を温めてくれるのですが、15分もすれば十分に熱々でした。ここから先は、
少し一般公開するのが難しい内容です。が、キャンプブームも終わって、とぼけたコメントをしてくる人もいなくなったので、まあ、自己責任で知りたい人にだけ、こっそりアドバイスします。少量の食品を温めたい場合は、使う発熱剤の量を半分にすればいい、と思ったのですが、そううまくはいきませんでした。水は、普通の水道水で問題ないのですが、発熱剤の袋を開けて、酸化カルシウム、つまり、生石灰ですが、これを安全に、半分だけ取り出せばいいかと思いきや、うまくいきませんでした。水に浸せば、発熱するどころか、単に、酸化カルシウムが、水に浸かっただけでした。袋に入った状態だと、うまく発熱するのに、袋から取り出して、水につけると発熱しないことから想像すると、ごく、少量の水でないと、うまく、反応が進まないのかもしれません。そうそう、動画で一般公開する以上、注意点も追加説明しておきます。酸化カルシウムの扱いは、気をつけてください。強いアルカリ性物質なので、扱い方を誤ると身体に害を与える可能性があります。直接触れないように、手袋や保護メガネ、防塵マスクをつけて、皮膚や、目、呼吸器を守ることがマストです。作業中に、粉塵を吸い込むと大変だし、同時に、換気を行って、作業する場所に、粉塵が、こもらないようにすることも、必要です。また、酸化カルシウムは水分と反応しますので、湿気の多い場所での作業も、ダメです。もし、皮膚や目についた場合は、すぐに大量の水で洗い流して、必ず病院へ行ってください。したがって、興味ある場合でも、まず、薬品の取り扱いに慣れた専門家に相談することを強くお勧めします。発熱剤について、いろいろ調べる過程で、目玉焼きぐらいなら、作れることも分かって吐きました。一般的に、この、発熱剤は、厚手の、ビニール袋に入れて、水と混ぜて使うのですが、メスティンで使う方が、底の部分が安定していて使いやすいと思います。もし、大地震で被災して、食べるものがなかったりしたら、危険かどうかなんて、言ってられないかもしれません。そうした、生命の、危機、を迎えた場合には、こうしたキャンプの、ノウハウも、役立つかもしれませんね。この発熱剤は、Amazon でまとめ買いすると、そこまで高くないので、猿のように、買い置きしておけば、いろいろと役立ちます。例えば、ガオバブ、モーリアンヒートパック、M サイズという商品だと、10個セットで、税込み、1270円です。1つ127円なので、他の燃料代と比較しても、そこまで負担にもならないし、気の使えない環境だったら、本当に重宝します。さて、ここまで長く動画を見てくださってる方がいるかどうか、甚だ疑問ですが、中には、物好きな方がいてくださると信じて、続きを解説します。酸化カルシウムは、粉状の状態で、直接、水をかけてしまうと、期待するような反応はしないようです。間違っているかもしれませんが、これは、酸化カルシウムの性質と、反応条件に関係しているのかもしれません。酸化カルシウムは、吸湿性が高いため、ごく、少量の水と、強く反応するようです。つまり、水が少ない場合であれば、反応熱によって、水分が一気に沸騰して蒸発するので、発熱している状態が、はっきり、見てわかるのではないでしょうか。逆に水が多すぎると、反応はしていても、水の熱容量が非常に大きいために、温度が少し上がる程度にとどまり、蒸発することがないのだと思います。おそらく、この発熱剤が入っている、白い、厚紙ののような袋は、水を少しずつ通す素材でできていて、粉を一気に濡らさないよう工夫されているのだと思います。また、動画に映っている発熱剤のパッケージには、成分表示の記載がないため、なんでできているのか正確にわかりませんが、多分、金属の粉末も含まれていると思います。なぜなら、水をかけると、ブクブクと、泡状の気体が発生するので、アルミの粉などの金属が、
アルカリ性の溶液と反応して水素を発生させているように思います。すべて、猿の推測ですので、間違っていたら、すみません。したがって、猿にわかる範囲で、ここまでをまとめると、発熱剤の粉末は、正しい条件で水と反応させてやる必要があり、袋から粉を取り出して、量を調整しながら使うのは、結構、課題が多いと感じました。まあ、そもそも、この袋にも、開けないでください、という注意書きがあるので、開ける方が、間違っているんですけどね。ということで、良い子は、決して、猿の真似はしないでください。くれぐれも、よろしくお願いします。